にはケジュアルゲームですよ。あ、やってきたいと思います。今日はね、ディノピテクスキングのベータロストアイランドのこのボスですね。こいつを討伐した時の戦術であったり、めちゃくちゃね使えるよねこの生物っていうのをね、いろいろね発見しましたので、まあ、そのね実際に僕らが行ったあの洞窟ハメ以外でボスアリーナの中央で、まあ、普通に正面衝突でやり合うっていう戦いで勝った時の構成であったり、あとは戦術をね紹介していきたいと思います。やっぱりねディノピテクスキングねめちゃくちゃ強いので、ね、まあ、そこら辺ねやっぱりね実験をいろいろしたんですが、まあ、最終的にこれが良かったよねみたいな感じの今回はね結論の動画になっております。それでは本日の目次はこちら。1つ目、ディノピテクスキングのベータについて、2つ目、討伐パーティー、そして最後に今回のベータ勝因のポイントですね、これをやっていきたいと思います。でまずね、あのこのディノピテクスキングっていうこのロスアイランドのボス、こいつがまあ強いのね。で一応詳しくはね、あのガンマのねあの攻略の時にこれディノピテクスキングのね詳しいねあのボスのいろんなギミックとか解説はしてますので、まあ、それを見てくださいっていう感じなんですが、一応動画詳細欄貼ってきますね。であのこいつがねあの強い理由としてはね、まあ、例えばジェネシス1のマスターコントローラーっていうねラスボスがいるんだけど、ジェネ1のめっちゃ強いんですよあいつも。なんだけど、まあ、今までのボスってそのジェネ1のマスコンもそうなんだけど、ある程度パターンはめれば、まあ、結構ねイージーだったんですよ。でまあ、一応ね今回ねディノピテクスキングも洞窟ハメあるんだけど、まあ、それもねちょっとね難しかったりするんだけど、コツっていうか、まあ、ちゃんとしたキャラコンとかね、まあ、プレイヤースキルが要求されるんですが、まあね、とりあえず今回言えることはこのディノピテクスキングは安定性がないんですよね。なんで安定性がないかっていうと、まあ、とりあえずざっくり言うと出血攻撃と騎乗者貫通、この2つがマジでやばい。出血攻撃は前線の恐竜をやっぱりパーセンテージダメージでサドル無視してガンガン減らしてって、もうかなりねあの壊滅させやすくなるっていう特色ね、時間が経てば経つほど。でもう1個がこのうんこの爆弾、こう投げてるこれね、これがね、あの、騎乗者貫通でね、3つか2つね、同時につくと、確かね、1800ぐらいだったかな、俺の防御力は、その時。一撃で300の HP 削り切るから、マジでやばいんですよ。っていう感じで、騎乗者貫通のむちゃくちゃ強いボムと、あとは出血攻撃で前線のレックスとか、まあ何でもいいんだけど、今までだとね、そういった形の、あの、前線恐竜っていうのを、結構ね、落としやすい形になってるんだよね。で、プラスアルファで言うと、今回は俺たちは洞窟ハメをしなかったので、ボスアリーナの中央で戦ったんだよね。で、ボスアリーナに関しては、結構ディノピテクスキングがこんな感じで飛び回って、3、4箇所ね、上に登って上から爆弾を落としてきたり、で、アマルガサウルスとかも出てくるんですよ。で、アマルガさ、凍らせたり、防御デバフとか、あの、アーマーブレイクみたいなのあるんだけど、そういったの使ってくれるから、ガチエグいのね。なので、そこら辺の周りが結構ね、うざかったり、ディノピテクスっていうね、あの、ディノピテクスキングじゃなくて、俺らがテイムできる方のディナプティクスね、あれもねたくさんね雑魚敵として出てくるんだけど、やっぱりベータになると群れボーナスかなんか知らんけど痛いんですよ。火力が結構ねやっぱりメイトとかかかってるんじゃないのかわかんないけど、そんな感じなので、かなりそういった状況下で結構厳しいね、甘えが許されないのがディナプティクスキングになるんだよね。でガンマまではまあね、あのちょっと遊んでもよかったんだけど、ベータになると、僕はモスコプスに乗っていった結果、死にました。はい、討伐失敗しました。はいっていう形で、本当にあの遊びが許されないね、ボスになってますので、まあ、ボスで遊ぶなっていう話ではあるんですが、はい、ついやってしまいました。はい。ということで、そのボスを今回ね、ちゃんと完全攻略しましたので、そのね、ボスパーティーとかを今回紹介していきたいと思います。ということで、早速、まずね、俺らが実際に生放送でね、キングダムアークのみんなで行った時のパーティーを紹介していきたいと思います。ということで、ね、キングダムアークのサーバーにやってまいりましたので、今回ね、あの、使った恐竜たちっていうのをね、紹介していきたいと思います。で、恐竜は3種類になっております。テックステゴがまず1匹目ですね。こいつは盾役ですね。で、次はテリジノサウルスですね。メインアタッカーになります。で、最後に、こいつが結構ね、たまたまだったんだけど、かなり肝になったんだけど、マナガルムなんだよね。この、I am an elite, okay? ってやつね。あの、俺エリートだから分かってっかみたいな、こうふざけた名前なんだけど、このね、あの、マナガルムがマジで強かったんだよね。めちゃくちゃ有効的な手段となっておりました。で、このね、3匹でやってきたんだけど、まあ、とりあえずね、細かいところを言うと、まずテックステゴに関しては、まあ、別にテックじゃなくてもいいんだけど、ロスアイランドはね、テックステゴ多いから、多分テックステゴの方が俺的にはおすすめかなっていう感じ。単純にテックの方が、あの、レベル上限が高いので、その分ね、大きいステータスっていうね、あのステゴをゲットできるかなっていう感じですね。で、テックステゴに関してはですね、ほぼほぼ HP 極振りでもガンガン HP に振って、まあ4万、5万、6万
ぐらいやると嬉しいかなっていう感じで、持ってたサドルが120ぐらいだったので、まあ、100オーバーのサドルは欲しいよねっていうのが今回のテックステゴの、まあ、サドルになるかなっていう感じ。っていうのもテックステゴに関してはマジで今回の要になるので、本当にステゴが落ちたらマジで前線決壊して作戦がもう終わるので、このステゴのサドルと HP だけはマジでね、あんまり妥協はできないかなっていうところですね。で、僕らは2体で行きましたね。テックステゴは2体で、で、10人というフルパーティーで行きましたので、両方に乗ってオスメスで連れて行ったという形ですね。で、さらになんだけど、次はマナガルムですね。マナガルムは1体連れてきましたね。マナガルムに関しては、なんか太郎さんがどうしてもマナガルムで行くとか言い出して、しょうがねえなーって言って、しかもこのマナガルムのステータス見てよ、これ。HP1 万でしょ。で、メレ450。で、原子サドルね。うん、これで行ったから。うん。もうそこ、自殺行為じゃん、こんなもん。で、これで行ったんだけど、めちゃくちゃ躍動してた。まさかのマナガルム、超躍動だった。っていう感じですね。で、最後に、テリジノですね。で、今さ、テックステゴ2で、マナガルム1なので、20体持っていけるね、残り17なんだけど、枠としてはテリジノサウルスが残り17全部ですね。っていう感じになっております。で、まあ、テリジノなんですけど、一番要の攻撃力の前線のね、ここはまあとりあえず見る、うん、こんな感じのステータスっす。はい、まあ HP2 万で、メレ1200見て、はい、あ、これあれチートじゃないよ、バニラの環境っす。はい、まあ、ブリーディングのあれはね、設定というか、ブリーディングの時間は短くはもちろんしてるけど、ちゃんと撮影で大人になるような形にしてるんだけど、まあ20-20みたいな、HP 攻撃力20-20変してるみたいな、HP74 メル84みたいなって感じなんですよ。なので、まあちょっとね、嫌ですけど、はい。こんな感じのテリジノなんだけど、まあ、このテリジノに、まあ、サドル100オーバーのをつけて戦ってたっていう感じかな。なので、まあ、バグレックスならぬバグテリジノと、あとはテックステゴ、そしてマナガルムって感じかな。で、基本的には、まあ、マナはね、本当に土壇場だったんで、普通にね、変異なしの野生をただ単に掛け合わせて、サドルも原始的みたいな、全然ノーマリーな、もう普通にね、なんかそこら辺にいるようなマナと、あとはですね、テリジノはちょっと強いんだけど、まあ、あれかなって感じですね。で、ダイオドンとユーティラヌスは持っていきません。で、まずね、理由としては、ユーティラヌスに関しては、今回のボスアリーナの特性に関わってきます。で、どういう特性かっていうと、まあ、前のね、ガンマとかのやつも説明したんだけど、キングディノピティクスのボスアリーナに関しては、生物ヒエラルキーが上の恐竜から狙われる仕組みになります。これはもう仕様ですね。なので、例えばですね、一番わかりやすいのはパラさんがわかりやすいかな。パラサウロロフスとかってさ、まあ、結構テイムしやすいけどさ、結構いろんな恐竜に狙われるじゃん。普通にラプトルとか野生でなんか追いかけられて、しばかれてるじゃん。まあ、すげえ見られてんだけど、これどういうことかっていうと、生物ヒエラルキーが下だから、基本的には野生の恐竜同士の喧嘩って、上のヒエラルキーのやつが下のヒエラルキーのやつを襲うっていう仕組みなんだよね。なので、そういった形でその生物ヒエラルキーが上のやつから順番に狙われていくっていう形なんですよ。で、ここでポイントで、ユーティラヌスって生物ヒエラルキーがレックス級でかなり高いので、ステゴより上なんだよね。で、今回の肝はテックステゴがいろんなやつのヘイトを引くって形なんだよね。なので、盾になるこのテックステゴよりヒエラルキーが上のユーティラヌスがいると、なぜか逆にユーティラヌスがボコられて、しかもちょっと足元がね、まあ足は速いんだけど、足元はそんな良くないから機動力があるけど困る、効かないから、めっちゃボコられちゃうので、ちょっとね、洞窟ハメは離れた場所でやるといいかもしれないけど、方向ね。なんだけど、ボスアリーナ中央でやる場合はかなり不向きになってしまうので、まあ、そこを看板に行って、まあ、ちょっと厳しいかなっていうところ。で、ダイオドンに関しても、今回は洞窟ハメと違って、結構一箇所に集合するんじゃなくて、バラバラにみんながね、動くという形になるので、流動的にボスアリーナは動くっていう感じなんだよね。中央で戦おうとすると。いろんな崖上を飛び回るから。っていう感じなので、その中でなかなか回復が行き渡らないので、まあ、だったら出血攻撃とかで、まあ、結局時間かければかけるほどこのボス戦ってやばくなるので、まあ、じゃあ火力を集中させてテリジノを
その分入れた方がいいよねっていう形になって、まあ、今回はね結局、まあ、ケーキでじゃあ回復を行こう、全あの草食動物だから、まあ、マナガルムはあの別だけだけど、マナガルムはまあ当たらなければどうということはないっていう戦術だから全部避けるみたいな感じだから、まあ、あれなんだけど、基本メインはテックステゴが壁になってテリジノが戦うっていう形なので、まあ、なのでケーキがねかなり大事になってくるかなっていう感じですね。っていったところで、あの今回ダイオドンとユーティリアンスは入れなかったっていう感じですね。でマンモスもね正直ね、あの2回戦やって1回戦目は俺マンモス乗ったんだけど、ちょっと微妙だったんだよね。そうね、まあ、あんまりねあのボスに別にデバフ有効じゃないし、でまあ普通にザコに関しては俺がデバフをばらまくより俺がテリジノ乗ってデバフを巻く分ね、あの普通にそのザコしばいた方が効率全然良かったので、しかもね結局マンモスで、まあ、なんていうかな、その小回り効きそうで効かないんだよね。あのね当たり判定がめちゃくちゃでかいから結構すぐ詰まっちゃうんだよね、群がっちゃうといろんなところで。なのでそこら辺がねあの扱いづらかったかな。ちょっとアルファは分かんないけど、ベータ時点ではだったらもう先にザコ倒しちゃいなよっていうのが全然良かったっていう感じかな。その分火力積んだ方が良かったっていうのが、まあ、アリーナ中央でやった、まあ、イメージですね。まあ、洞窟アメの場合はあっても全然いいと思うんだけど、まあ、そんな感じ の印象でしたね。で、まあ、マナに関してはね、まあ、あのそもそもこのロスアイランド縛りで俺らやってるから転送なしだから、まあ、ちょっと高品質の設計書 BP が取れないのであれなんですが、まあ、とりあえずまあ当たらなければどうということはないっていうね、まあ、とりあえず回避スタイルだからマナはねあれなんですけど、テリジノとステゴのこの地上戦部隊は絶対サドル強くないときついです。めちゃくちゃケーキをこれでも消費するので、テリジノとか特にね。なので、まあ、そこら辺看板見てサドルはねしっかりした100オーバーを用意しましょうって感じで、まあ、テリジノは HP2 万ちょっとと、まあ、ステゴに関しては5万とかそのぐらいかな、5万前後4万台後半とか5万ぐらいかなっていう感じになってきますね。でさらにあのケーキは絶対必須ですね。ケーキは絶対必須っていうのも、まあ、さっきも言ったけどダイオドン入れてないから回復がケーキになるので、確かケーキって 25% 以下になったら使うんだっけ、まあ、そんな感じで自動的にあのリジェネっていう形で徐々に回復していくっていうところの HP 回復をしておりますので、そのケーキで基本は回復していくっていう感じで、テックステゴ2体でもあのそれで全然落ちなかったよっていう感じですね。なので、まあ、そのような形でケーキと装飾生物って感じ、まあ、まだは若干ね別枠だけどねっていう感じになっております。で、まあ、あの人間に関してはね、今俺そのまんまのボス戦のまんまのステータスなんだけど、このステータスでいきました。 HP700 ですね。であとは重量をいろいろね、あの、まあ、ポンショとか、まあ、あのあるのでカスタムレシピとかそこら辺を持てるぐらいかな。で、まあ、移動速度ちょっと振ってるぐらいかな、10ポイントちょっと。で、まあ、忍耐もちょっと振ってるっていう感じ。っていう形なので、まあ、大事なのは体力をね、結構振っとくっていうのがね、騎乗車貫通の時やばいので、で、まあ、700、まあ、1000あるとかなり、強いんだけど、まあ、700ぐらいあっても全然大丈夫。で、防御力に関しては、まあ、大体今着てるのと近しいので、どんくらいだ、防御力。これ1100か、あ、もうちょっと強かったな、1700ぐらいはあったので、なので、そんな感じで、その BP まだあるかな。あ、そうだね、ここら辺だね、BP は。で、まあ、こういったさ、300オーバーとか、まあ、200オーバーとか300付近の、こういった BP をどんどんね、海底とか砂漠のルートプレートで、まあ、取ってきておりますので、まあ、そんな感じで、まあ、身を固めていくかなって感じ。で、もちろん、ブリューと、あとはカスタムレシピっていうのはお忘れずに持っていってください。って感じですね。まあ、そんな感じかな、用意としては。で、あとはテックステゴに乗る人だけは非常打ちのポンショとかを持っていくといいかなって感じですね。だいたいポンショとか、まあ、ガトリングの人もいたんだけど、チュ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 とか言っててなんだけど、まあ、そんな感じで一応ステゴに関しては非常打ちできるから、まあ、こんな感じで今俺がやられてるみたいな感じでシノマにこうなんていうの飛んでる感じのディノプテックスのザコがいるから、そいつを縛く時に騎乗打ちがかなり役立ったかなっていう感じですね。という感じで、まあ、パーティー構成こんな感じでいってるっていうところですね。で最後に今回の討伐の、 あの勝因のポイントに関してなんだけど、まずね一つ目はね、まさかのマナガルム大活躍なんだよね。このマナガルムがマジでやばくて、本当にね、あのね、飛んでる、さっき言ったこう飛んでる感じのディノピテクス。今の俺がディノピテクスバージョンね。こんな感じでシノマがあの飛ばせてるディノピーがいるんだけど、あいつらガチうざくて上からうんこ爆弾投げてくるし、で、あのテリジノとかが手届かないからすげえだるいんだよね。なんだけど、マナがガンガンシノマをあの縛いてディノピテクスを落としてっていうのをやってくれるから、で、落ちたやつは普通にテリジノが殴っていけばいいので、もうそれでね、十分って感じなんですよ。なので、その上を落とすっていう役割マジで強かったからすごくねいい感じでしたね。
でちなみになんだけど今メレが 453.6 なんだけど、このメレじゃディノプテクスキングに攻撃力通らなかったので、ほぼほぼ多分ゼロとかじゃなかったかな。マジでね、あの攻撃通らなかったので、これは、ね、気をつけた方がいいです。でまあほとんどねボス戦向けに作ってないから、本当に日頃使いのマナが緊急参戦して本当に使えるねみたいな感じになっただけなので、ちょっとねあの強いマナは試してないんですが、まあ、あのディノプテクスキングに攻撃を与えるのであればかなりメール高くないと辛いよねって感じになってますね。おそらくほぼほぼね450ぐらいだったらディノプテクスキングにはゼロになったので攻撃が通るのがね。で元々あのマナって多段ヒットのダメージ少ないみたいな感じ、まあなんか小技をもうすんげえ連続でバババババって当たるみたいなのがブレスの特徴なんだよね。大ダメージをなんかドンドンって当たるっていうと、もう本当にねもうすっごい連射してちっちゃいダメージを鬼のように重ねるみたいなのがマナのあの冷凍ブレスのまあ特色なので、そのダメージが元から低いっていうねそのポイントがボスに対しては多分なんかダメージカットが防御力のなんかわかんないんだけど、ちょっとね悪い方向に働いてダメージがゼロだったので、そこがねちょっときついんじゃないかなって思いますね。なんだけど上を落とす分には全く問題ないので、めちゃくちゃね役立ってた。ベータのシノマクロプスだったらすぐね芝居ってたので、ガンガン移動してもう周りの飛んでるシノマクロプスを芝居で、でそれに引っ張られて飛んでいるディノピテクスをどんどん落としていくっていうのがマジで強かったんだよね。なのでそこがねやっぱりね今回の勝因のポイントの一つかなって感じ。上をねやっぱりね処理するのってステゴの騎乗位置ぐらいしかないから、もしマナがいなかったらなんだけど、それでねかなり役立って、地上部隊はもうテリジノが軽く強いのでガンガンご利用しできるので、まあ、全く問題なかったんですがっていうところですね。まあ、なのでねちょっとねそこら辺が厳しかったかなっていう感じですね、もしマナがいなかったら。なので逆に言うとマナがいたので、そこの上を処理するっていう点がめちゃくちゃクリアになって、まあやっぱりみんなが向く方向が地上だけでよかったっていうのがめちゃくちゃ良かった。で地上だけでいいとどうなるかっていうと、上からディノピテクスキングの騎乗車貫通の爆弾降ってくるんだけど、それをちゃんとね目視して把握してこうやって見て逃げれるから、そこら辺がね、まあ、しっかりねできたかなっていう感じですね。でまあそこをねやんないとマジ事故るから、本当にそれだけはご注意くださいって感じですね。で次にね攻撃力特化でいったのが良かったって感じなんだよね。まあ1番目の項目でさ、ディノピテクスキングはやっぱりさ時間が経てば経つほど出血攻撃で前線が決壊するので、なので時間結構勝負だよねっていう、早めに倒さないとこっちがどん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 消耗していってやばいことになるよねみたいな、出血のパーセントダメージでっていうのがあって、でそこでまあ一応さステゴを多めにして守備を高めでいくか、テリジノ多めにして攻撃高めでいくかっていうところでね、結構トライブ内でみんなでね、まあ、行く前はちょっと分かんなかったから話してたんだけど、最終的になんかマンモスとか入れてもなんか全然なんかさ、これテリジノ入れた方がよくねみたいな感じになって、で結局テリジノ多めにして押し切って勝てたみたいな感じだったので、まあ、そこをね考えると、おそらくね今回は、まあ、洞窟ハメは除くんだけど、アリーナ中央でちゃんと正面からぶつかって戦うっていう筋肉で勝つ場合に関しては、まあ、攻撃力をどれだけ発揮できるかが本当に大事なので、ディノピテクスキングに関しては。なのでそこがね、まあ、勝負になってくるかなって感じで、最終的にどういう作戦に出たかっていうと、フックステゴ2とマナガルム1で3枠あって、で残りね10人いけるから、まあ、7人になるんだけど、7人のうち6人ですね、6人は1人1体テリジノを騎乗して、でメイトかけないでね、別に無抵抗でオスのって言ったらメスを追尾させて無抵抗でみたいなのさせずに、まあ、完全に1人1体テリジノで遊撃部隊みたいな感じで雑魚を処理しつつで、まあ手が空いたらボスも攻撃していくっていう形だったんだよね。でどういう作戦が良かったかっていうと、その残りの1人がテリジノのもう空いてる枠全部テリジノにしたので、その11体ねテリジノを自分で引き連れて、で指笛行けっつって、でボスだけを攻撃するっていうね、テリジノ大隊を作ってそのテリジノ大隊をコトニさんにやってもらって、でそのコトニさんが全部ボスが降りてきたらキングに向かってその11体を全部ぶつけていくっていう形で、で俺らは1人1体テリジノ乗ってるから雑魚をしばきつつ、雑魚の処理が終わったらすぐボスに向かうっていうような形をやってたんだよね。でまあね、やっぱりねネックになるのはこのバグテリジノなんだけどバグではないんだけど、バグレックスとほぼほぼなんかね一緒なのよね、なんかメレと HP の数字がなのでこのまあ、めちゃくちゃ強いテリジノを作れるっていうのが、まあ、ポイントになってくるんですが、まあやっぱりねテックステゴよりヒエラルキーが下のテリジノがやっぱりね自由に動けるっていうのが大事なんだよね。もう全部ステゴにヘイトは行くから、なんかさ俺もヘイトさたまに取るんだけど、取ってもさ適当にさステゴの近くに行けばステゴにヘイトが行くんすよ。
っていう感じで、適当にバコバコって打ったりして、でまた次行ってみたいな感じで、でこいつ足速いからさ、上見てさ、爆弾飛んできたら危ねっつって回避したりしてっていう形で、やっぱり機動力も大事になってくるので、まあ、そこら辺ですね。いや、かなりこのテリジノが強かったんだけど、再現性あるかっていうと、時間使えば作れるからいいんだけどまあちょっと廃人コンテンツみたいな、はいっていう感じですね。まあ、ただね、その結構余裕だったんだよね。結構余裕だった。もうね、かなりね、2回戦目とかは余裕になっていたので、そこを考えると、あ、なんだろうね、2回戦目は、ケルカサイと、マグマサウルスが1匹ずつね、遊びで入ってたので、なので、そこを考えると、まあ、多少ね、テリジノメリ800とかでも全然大丈夫じゃないかな、みたいな。で、大事なのは、HP2 万オーバーと100のサドルね。まあ、25位の装備してるんだけど、110ぐらいだったと思うんだけど、そのサドルが大事になってくるので、あと、ケーキですね。ケーキを、ま、3スタックほど持たせるっていう感じですね。なので、そこをね、ちゃんとやれば、多分いけるんじゃないかなと思いますね。まあ、ただね、結構、ソロでやるとめちゃくちゃね、キャラコン上手い人じゃなくて難しいんだけど、指笛とかですね。なんだけど、はい。ステゴに命令切り替えていけってやったり、じゃあ次、テリジョ切り替えていけとかやったり、感じなんですか、はい。なんですけど、まあそんな形で、やんないといけないっていうのが、まあ難しいところがあるんですが、まあマルチでね、2人3人でやるんだったら、ここら辺が結構ね、いいんじゃないかなと思いますね。で、意外にマナガルムさ、450あったら、ダメージ通るかなと思ったけど、全く通らなかったので、ボスに0とか出てたので、そこら辺がね、マナでもし洞窟ためやるんだったら、めちゃくちゃ強いの作んないといけないので、まあ潔くディノニクス持ってきた方が一番いいのかなって思ったりもしました。はい。まあ、ただね、弊社にはこのバグテリジノがおりますので、こちらが、はい、お求めやすいね、品になっておりますので、まあ、テリジノのね、強い個体をね、20回ずつ攻撃力と、HP を変換させていただければ、変異させていただければ、まあ、こんな感じになるんじゃないでしょうか。はい。といったところで、本日は我々がやった、ボスの筋肉攻略インベータの解説をやってまいりました。大事なのはマナガルムですね。マナガルムと、あとはテックステゴ&騎乗地。で、さらに最後の地上攻撃部隊っていうのが、テックステゴよりヒエラルキーが下かつ攻撃が高くて、で、ちゃんとサドルも用意できて、HP が2万ぐらい確保できて、で、まあ、ダイオダンをいない想定だとケーキがあるというので、まあ、テリジノかな、みたいな、そんな感じでやりましたね。こうケーキプラステリジノがちょっとコスパ高いんだけど、ケーキさ、だるいから作るの。なんだけど、めちゃくちゃ強かったこれ、うん、ちなみにこれ作ったのはことにさんですね、はい。まあ、頭がおかしいんだと思います、はい。うん、イカれてるといったところで、皆さんもぜひディノピテクスキング、まあ強いですけどね、まあベータも攻略してみてはいかがでしょうか。まあボス攻略のね、洞窟ハメとか見たい方は一応ガンマの攻略のやつね、載せておきますので、そちら見ていただければと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。